防災減災豆知識、洪水ハザードマップの見方。多くの自治体ではこれまで起きた大雨や洪水などの被害をもとに浸水想定区域や水位の予測を行って洪水ハザードマップを公表しています。今回は洪水ハザードマップの情報を読み解くための豆知識です。洪水ハザードマップを見ると普通の地図と違って色がついているのがわかります。これは浸水の恐れがある区域を表しています。おおむね4色程度に色分けされていて、色は予想される浸水時の深さによって分かれています。普段の生活では意識しないかもしれませんが、住んでいる区域で想定されている浸水時の高さを把握しておきましょう。いざ避難という場合に備えて、浸水の恐れのない避難所までの経路を家族で確認しておきましょう。洪水ハザードマップで避難に備えよう。